クニマスは、サケ目サケ科に属する淡水魚。別名を、キノシリマス、キノスリマス、ウキキノオオ。産卵の終わったものをほっちゃれます。死んで湖面に浮き上がったものを浮き魚という。かつて、秋田県の田沢湖にのみ生息した固有種だったが、田沢湖の個体群は1940年に、酸性の多摩川から水を引き入れたことにより絶滅し、液身標本17体のみが知られていた。このため環境省のレッドリストでは1991年、1999年、2007年の各版で絶滅と評価されていたが、2010年に京都大学研究チームの調査により、山梨県の西湖で現存個体群の生息が確認され、野生絶滅に指定変更された。1925年にアメリカ合衆国の魚類学者、デイビッド・スター・ジョーダンとエルネスト・アレグサンダー・マクレガーによりジョーダン&ハッブスの論文内で SP ノベンバーとして発表されたが、記載文中にはベニザケの陸風型と記されている。しかし同じくベニザケの陸風型とされるヒメマスとの交雑が生じていないことや、周年産卵する点などから、独立種とする意見もある。ただし、周年産卵するというのは、実際に確認されたものでなく伝承である。かつては、秋田県の田沢湖のみに生息していたが、1940年頃に、田沢湖の水質が激変したために絶滅したとされた。しかしその約70年後の2010年に、富士五湖の一つ、西湖で生息していることが確認された。なお現記載におけるタイプ産地の表記は、レイク、富山インザマウンテナスウェスタンパートオブ、ウーグインザノースウェスタンパートオブ本土となっている。体は、全体的に灰色、もしくは、黒色で下腹部は淡く、幼魚は9個前後の斑紋模様を有する。全長は30から40センチメートル。皮膚は厚く、粘液が多い。ベニザケの陸風型であるヒメマスと比べて、瞳孔と尾孔が大きく、体表やヒレには明瞭な黒縁がない。成熟したオスでも、花曲がりにはならない。幽門水の数は46から59と著しく、少ない。しかしエラ葉数は31から43と、ヒメマスと比較してやや多い。また、胸、腹、尻びれが長く、ヒレの後縁は黒くなる。肉はほぼ白色で、卵は黄色と記録されている。生物学的な生態は不明点が多いが、伝承等によると、普段は田沢湖の水深100の300メートル付近の深部に生息し、岩に付着した藻類やプランクトンを餌としていたと考えられている。産卵は、1から3月を正期に水深40から50メートルの浅いところで行われていたのではないかと報告されている。山梨県水産技術センターらによる西湖での調査によれば、流入河川への遡上や接岸産卵はなく固定で11月から翌年2月頃に産卵、1月から4月に孵化、2月から5月に遊泳し始める。また食性は、ヒメマスと重複し甲殻類プランクトン、魚類、低生生物とされている。昭和期の記録では、遊泳甚だ活発ならずとの記録があり、泳ぎはさほど速くない。実際に、再発見後には、推定で、ゆっくりと泳ぎ、さらに湖の底に止まり、休憩する姿も観察されている。これは、元来の生息地である田沢湖において、クニマスの生存を脅かす、肉食魚等の天敵が生息しなかったことと、西湖においては、ブラックバス等の肉食魚との生息領域が重ならなかったことが原因として考えられている。しかし、2020年には、ヨーロッパウナギによる卵食が確認されたと報告がある。5ヶ月の稚魚。山梨県立富士湧水の里水族館にて、クニマスの成魚。西湖ネイチャーセンターにて1940年、電力供給増加のために、田沢湖の湖水を利用した、水力発電所が建設された。田沢湖から流出する湖水を賄うため、1940年1月20日から、多摩川の水を導入したが、多摩川毒水と呼ばれる塩酸や硫酸を含む強酸性の水が大量に流入したため、1948年の調査では、表層付近の pH が 4.8 前後と急速に酸性化し、同年にはクニマスの捕獲数は0になり、絶滅が確認された。1965年の水質調査でも、湖の全域で pH4.5 程度であった。しかし、それ以前に人工負荷の実験をするため、1935年に、本栖湖、西湖、他にも琵琶湖や、詳しい場所は不明だが、長野県、山梨県、富山県に発願欄を送ったという記録があったため、田沢湖町観光協会では1995年11月に100万円、1997年4月から1998年12月まで500万円の懸賞金をかけて、クニマスを探し、全国から14尾が寄せられたが、鑑定の結果いずれも、クニマスとは認定されず、発見には至らなかった。田沢湖での絶滅の根本的な原因は、強酸性水の流入であるが、不浄地魚紀のヒメマスは、サケ科魚類の中でも、酸性の水に、極めて弱い特性を持っているとされている。田沢湖での絶滅以後も、田沢湖産クニマスは、京都大学には、大正時代に、京大教授、河村民次によって採取された9個体が存在し、京都大学旧大津林湖実験所に保管され、現在は京都大学総合博物館に所蔵されている。ほか、国内に14個体、アメリカに3個体が現存する。DNA による復活も期待されて、分析を行ったが、ホルマリンにより DNA そのものが切断されていることが判明し、復活は絶望視されていた。クニマスの生息が確認された、山梨県西湖2010年、山梨県の西湖にて、生存個体が発見された。きっかけは、京都大学の中坊徹次が、タレントイラストレーターで、東京海洋大学客員准教授のさかなクンに、クニマスのイラスト執筆を依頼したことであった。さかなクンは描画の参考のため、厨房の助言に従い、日本全国から近縁種のヒメマスを取り寄せようとした。しかし2月という時期の問題からヒメマスを水揚げした業者はほぼなく、入手できた個体は3月6日に西湖で捕獲された4尾だけだった。さかなクンの元に届いた翌3月8日、居合わせた水中カメラマンの松沢明氏は、その中にクニマスを連想させる特徴を持つ個体を見つけ、これはクニマスかもしれないと話したという。3月18日、依頼のイラストを描くためにそのうちの2尾を持参し、厨房の元を訪れた、さかなクンがクニマスではないかとしてこの個体を見せた、という報道がなされたが、この時は黒いヒメマスという表現だけで、クニマスの名は出なかったと厨房は否定している。しかし、捕獲した時期と水深に疑問を持った厨房の研究グループは、解剖や遺伝子解析による分析を行った。クニマスとヒメマスの見た目での見分けは困難なためであり、厨房がイラストの参考資料にヒメマスを使うよう助言していたのもそれが理由である。分析の結果、西湖の個体はクニマスであることが判明したとし、根拠となる。学術論文の出版を待たずして12月14日、夕方にマスコミを通して公式に発表された。1935年、田沢湖から西湖に送られたクニマスの受精卵10万個を、孵化後放流したものが、繁殖を繰り返して、現在に至ったと考えられている。西湖の漁師には、この発見以前から、クロマスと呼ばれて、存在自体は知られていたが、ヒメマスの黒い変種程度にしか認識されていなかった。このため、西湖周辺では普通に漁獲されていたほか、一般の釣り客も10尾に1尾程度の割合で、比較的簡単に釣り上げており、2010年以前にも、西湖でクニマスを釣り上げたと再発見説を唱える、者がいたという。産卵を前にして、黒くなったヒメマスは不味であるとされることから、クロマスは、釣れてもリリースされることが多かったというが、当然ながら、黒マスを食する者もおり、伝承通り、塩焼きにしてもフライにしても美味であったと語られている。黒マスの正体が国マスであるとの知らせを受けた西湖漁業協同組合は、国マス繁殖域の禁漁区指定など、保護対策を検討しており、2011年3月20日の漁解禁より、国マスが生息している可能性の高い湖北岸の約1万平方メートルを新たに自主禁漁区域に設定する方針を固めた。また、国マスの生息確認の知らせを受けた秋田県の仙北市と田沢湖観光協会は、国や県と協力して田沢湖の水質改善を進めるなど、将来的に国マスを田沢湖に戻すことを前提とした諸活動を計画している。2010年12月14日の国マスが再発見されたというニュースから3日後の12月17日、秋田県は仙北市と共同で国マス里帰りプロジェクトを発足させることを決定、12月21日から正式に活動を開始した。しかし、田沢湖の水は依然として強い酸性値が残っており、国マスを田沢湖に戻すには、ほど遠い状況であるため、当面は、国マスの生態調査に力を注ぐと同時に、県内の他の場所でも国マスを養殖できないか、山梨県とも協力しながら、検討を続けていく方針という。2011年3月5日には、国マス里帰りプロジェクトの一環として、さかなクンの講演会が開かれた。この講演の中で、さかなクンは、国マスは従来紅鮭の亜種と考えられてきたが1年を通じて産卵期があるなど、独立した種である可能性が高いことを説明した。2012年2月には、中坊らと同行した NHK 取材班が産卵の様子の撮影に成功。伝承通り冬季に産卵することが確認された。生きた国マスのカラー映像の撮影成功は初。撮影時にカメラを全く警戒する様子がなく、また深い場所で低い水温の砂利地帯という環境から天敵のいない環境が国マスが生き延びた要因である見方が当時強まっていた。2013年2月1日に環境省が発表したレッドリストで野生絶滅の判定基準を変更するとともに、本種を絶滅から野生絶滅に変更された。絶滅種とされた魚類の指定見直しは初めてである。NHK 取材班による撮影の時点では、特定外来生物に指定されているブラックバスと生息水域が違うことから、天敵はいないと見られていた。しかし2016年に在来種ニホンウナギと外来種、ヨーロッパウナギが卵を捕食する様子が確認されており、山梨県水産技術センターはヨーロッパウナギの駆除方法を模索するとしている。西湖ネイチャーセンター現在、山梨県富士河口湖町には、コウモリ穴の入り口の隣に西湖ネイチャーセンターがあり、富士河口湖町公認ガイドが案内する、青木ヶ原樹海ネイチャーガイドツアーなどを実施しているが、そこに、奇跡の魚から国マス展示館があり、西湖と田沢湖の国マスに関する交流の歴史の展示と映画放映、水槽内の国マス展示などを行っている。山梨県水産技術センターでは、継続的に生息調査を行っている。山梨県から貸与された国マスを展示する。田沢湖国マス未来館山梨県水産技術センターは再発見された国マスを忍野村の施設で人工飼育している。そのうち10匹が2017年5月9日に秋田県へ貸し出され、同年7月1日に開館した田沢湖国マス未来館にて展示されている。仙北市などは田沢湖で野生国マスの復活を目指している。田沢湖では1991年から国土交通省の水中和施設が稼働しているが、強酸性の水が2018年時点も流入して、湖水がまだ強い酸性であるため、国マスの生息は難しい。このほか山梨県水産技術センターは2018年3月23日、ヒメマスを代理親とする国益の誕生に成功したと発表した。国益の語源について、江戸時代に秋田藩主、佐竹義一が田沢湖を訪れた際に国益を食べ、お国特産の益ということから、国益と名付けられたと言われていたが、角館佐竹家の記録である、佐竹法華日記に、義和の生誕よりも以前から、国益との表記が見つかっている。原記載には、国益=ローカルサーモンと記されている。地元での名称とされる、木の尻益の語源は、龍虎伝説の一つで、木の尻を田沢湖に投げたところ魚の姿になったという、伝承から名付けられた。後、木の尻益の献上に際し、尻はいかがなものか、として、国益と改名されたとされるが、前述の逸話と同じくこれを証明する、確たる資料はない。浮木の王は、田沢湖の別名である、佐湖、寒佐湖から名付けられた。田沢湖に生息するすべての魚について、浮木の王と呼ぶこともある。角館を漁した、佐竹法華の歴代の記録である、佐竹法華日記において、国益に関する記事は、延宝2年を初出とし、17から18世紀には、記述が少ないが19世紀に入ると品質し、角館佐竹家から、秋田藩主、佐竹本家への、または佐竹本家から、他藩書家への献上品、贈答品として利用され、長期の運搬がなされたと記録される。このことからも、干物、粕漬けなどの加工が開始されていたと考えられている。文化2年の記録に、国益塩引きが、秋田の佐竹本家へ、献上輸送された記録がある。翌々日に、秋田繁盛詰めの家老名義での令状が届き、同文中には、在国中であった藩主がとても喜び、残った分は、江戸藩邸に送った、旨が記されている。これらは当時国益に対し、長期輸送に耐えうる加工がなされていた資料となる。当時の佐竹法華の当主は、佐竹義文、秋田本藩藩主は、佐竹義一。数年後、佐竹義一は、田沢湖を訪れ、文人としても知られる義和は、紀行文を残しているが、同文中には国益に触れた記述はない。資源のある高級魚であったため、専業の漁師がいた。国益漁は一年中行われ、栗船を使用した。漁法は、刺し網漁法で、夏は深部に、冬は浅く、網を下ろす。田沢湖における国益漁や孵化、移植事業に関する資料として、漁業組合理事を務めた三浦家資料がある。三浦家資料は、明治後半から昭和初期にかけての資料が中心で、国益の漁、孵化、贈答、山梨県への移植などに関するものが含まれている。西湖での発見以降、山梨県水産技術センターでは卵を回収し、種の保存を目的とした養殖を始めている。当初はうまくいかなかった養殖であるが、東京海洋大学の技術を応用するなどした結果、ヒメマスとほぼ同じ条件で養殖が可能になった。孵化した稚魚は、山梨県立富士湧水の里水族館や、田沢湖畔の各自治体などで公開されたことがある。2014年3月25日、山梨県水産技術センターは、2011年に人工授精させて誕生した国益のメスに人工授精を施したところ、22匹が孵化し、完全養殖へのめどが立ったと発表した。ホルマリン固定された標本は17個体が存在し、そのうち14個体が日本にあった。秋田県立博物館及び、仙北市田沢湖郷土資料館所蔵の液身標本3体が人為的に絶滅させられた淡水魚の標本であり、またその生物学的特徴を知る上で貴重であることから、2008年7月28日に田沢湖の国益として国の登録記念物に登録された。これは動物関係及び標本関係の登録記念物としては最初のものである。原記載は、下記の米国のカーネギー博物館紀要第10巻2号に、ジョーダンとハッブスの共著論文として載せられているが、酒科の部分のみは、ジョーダンとマクレガーの共著となっているため、記載者も、この二人となる。種商名の川村絵は、新種記載に用いられた標本をジョーダンに提供した淡水生物学者の河村民次、京都帝国大学教授への献礼である。このうちクニマスの原記載は P128 から129、P338、PL8、Fig5 にあり、これらはウェブ上で PDF ファイルやテキスト化したものが閲覧できる。原記載に用いられたのは成熟したオス3個体で、そのうちホロタイプはフィールド自然史博物館に、2個体のパラタイプはカリフォルニア科学アカデミーに所蔵されている。ありがとうございます。